ついに納車完了しました。 JB23 ですけど、いいですね。やっぱりジムニー最高だ。まあ、エンジンルームは雲の巣が張ったままですけどね、外装はすごく綺麗にしてくれました。調子はね、すごくいいですね。エンジン、あのこのターボのピーンってね、ターボからの、あのタービンの回転音がすごく実は好きで、タービン回転フェチとも言えるぐらい好きなんですけど、まだこのこれぐらいの時の車って、あの、ついに来ましたよ。もう JB64 でなくても全然嬉しいです。今 FR で肉状態で走ってますけど、走行中に FR と 4H に切り替えられるっていうのは、ボタン一つで切り替えられるっていうのはいいですね。あのハンドルがね、少し遊びが大きいんですけど、これは多分黒缶さんは詳しくないですけど、黒缶としてはおそらくスタンダードというか、わざとそういうセッティングになっているのかなというふうに思います。だから肉状態だとちょっとあの輪立ちとかでね、凸凹でちょっとふらつく傾向にありますけど、このエンジン音が好きなんですよね。キュイーンっていうね、いやージムニー最高だわ。まあ、JB64 だったらね、もっともっといいんでしょうけど、23でも本当楽しいです。でこれは6型で、まあ実質最終型の7型の1個前の、ランドベンチャーという方なんですけど、まあその6型と7型ってどんな差があるのかなっていうのはね、またネットとかでご覧になっていただきたいんですけど、まあ6型でもね、僕的には十分な気がしますね。十分楽しい。でこの運転席から見たね、風景がやっぱね、すごく自分好みなんですよね。あのノーズがこう見えてて、あの車幅感覚が分かりやすいのと、なんかやっぱり、あのこんなちっちゃい車ですが、若干ロングノーズ的な、FR 車的な、まあ、車だし、それからあのこの車結構この個体はですね、当たりを引いたみたいで、あの SOD1 とかがね、結構使われてきた形跡があるんですよ、整備記録見るとね。それはかなりあのプラス点というか、もう12万キロ走ってますけど、あの結構大事にされてきたのかなっていうふうには思います。軽の高級車っていう感じがします、やっぱりジムニーは。まあ最初に買ったジムニーの時もそういう気持ちを若干持ってたんですけど、あのやっぱりね、縦置きエンジンさすがですね。縦置きエンジンなんで車全体の振動が少ないですし、車体のバランス、前後のねバランスがいい感じで、あのもうほんとこんなちっちゃい車だし、軽だし、あの乗り心地とかね、なんていうか温心面では本当全く期待してなかったんですけど、もう下手するとね、そこら辺の普通車よりはいいのかなぐらいのね感じを受けますよね。いやちょっと損したな。早くジムニーに来るべきだったわ。ほんとこんないい系ってないですよ、ほんとね。はい、これからもジムニーをねしっかり可愛がっていきたいと思いますし、
まあ分かりませんけども、できれば動画もねたくさん上げれたらなと、楽しい動画をね作れたらなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。今日はひとまず、ジムニーの JB23、ですけども JB23、6型の、ファーストインプレッション、中古車のですねファーストインプレッションをお伝えしました。いや最高です、ジムニーね。今後ともよろしくお願いします。できれば高評価ボタン並びにチャンネル登録もできましたらお願いいたします。それでは皆さん、さようなら。